この間ラブホテルでチャンスの時間でロケ行かせていただいたんです。大丈夫です、まず大丈夫です、まず信じてください。ちょっとあのカメラ止まった時の前らと喋ってた話をしようとしてる、はいはい、いやいや、だから信じてください。俺は分かんないです。何個かありますから信じてください。そうですね、はい。で結構待ち時間あったんですけど、そのラブホテルの部屋で待ってるんで、やっぱそういう話になるじゃないですか、うん、そしたら大悟さんがその会話の流れで、その世間が思う大悟って、うん、昭和のド S な男で、はいはい、多分その俺のこと好きな、好いてくれる女の子もそうされたい、うんうんうん、その昭和の扱いを受けたい、はいはいはい、ド S な、ちょっと荒っぽいね、うん、でも本当に今日はお前らだけに言うけど、わしな、うん、ちょっとド M やん。ちょっとド M ちょっとド M。